ただモリ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 してるんだよね、うん、違う違うだってあのアーチを作ろうとしてるんだと思うきっとけどアーチって別にいや今の流行りやからどうかなわからない、ハイポイントのアーチってこと、なのかなきっと、けどトップでアーチ一生懸命こうやってやってるけど、うん、こうやってひっくり返したりとかしてね、やってる人いない、 ある程度のフローターの人だったらね、もうほら地爪の時点で平らにしとく、だからそれに対してベースをきれいに塗るでしょ、うん、ベースきれいに塗ってるからカラーもきれいでしょ、2回重ねるでしょ、うん、じゃああと塗ったらいいだけ、うん、そうやね、うん、ねそう、うん、何にも難しくないよね、うん、塗っただけ、塗っただけ、うん、それでいいんだよね、うん、だからそれをなんでこねくり回すんかなっていう、なんやろ、あのね表面張力がある、うんうんうん、だから量多いとこにこう集まろうとする、うんうん、キュッとね、丸くね、うん、集まろうとする、それを知ってたら、うん、あと塗布量さえ守ってたら、うん、大丈夫って言い切っちゃったけど、うんうん、言ってることは分かるよ、うんうん、ね、特別なことをどこでやるんだっていう、ね、うん、不思議だよ、うん、だからいつからこうやって、なんていうのもうあれだからあのハードジェルでジェルの長さだしね、うんうんうん、ジェルスカーした時とかは確かにジェルで綺麗なの作りたいから、うん、ちょっと糸状にして、うんうん、足りへんとこバーって置いたりもした、うんうん、でそっから削ってまたトップかけてってしたけど、うんうん、ってうん、そういうそういう、でもなんかあのアーチを作るのってお客さんが求めてるのかなって、うん、いや分からん、すごい不思議、ね、なんかネイリストの自己満の気もして、うん、だって、ね、あんなのうちのお客様でやってくださいって言ってきた一人もいないもん、あうちもいてない、うん、なんかよく分からない、なんかネイリストの中で流行ってるみたいな感じなのかなと思って、うん、けどやっぱり有名な先生が作るのってね、うん、綺麗もんね、そんなにポテンとしてないし、うん、だけどちゃんとアーチを綺麗にあるし、うちのお客さんがね、うん、ポテンとしたね爪のことにカブトムシネイルって言って、電車の中とか乗ってたらさ、カブトムシついてんの、カブトムシ、しかもなんかこう分厚くてさ、うんうん、もうなんかカブトムシがいきなりポッカーンっているって言って、ね、あんなの大きいよね、大きいね、なんか爪がデブっちょ、うん、何、熱くなっちゃう、ね、どこで、うん、厚みが出ちゃう、最初からベースから熱いってこと、うん、分かる、量がよく分からないみたいな、適量が分からないっていうことそんなんするから効果不良起こる、うん、で無駄な効果のやつね、うん、発生させて、うん、あっちって言わせるね、うん、これ余計なことすんなまだねちょいちょい出るから、でもそれに限るでしょ、それに限る、余計なことすんなでしょ、うんうん、それだと思うよ、うん、塗布量を守って、うん、塗布量を守って、うん、でその余計なことすんなの中には、うん、やっちゃいけない状態の爪とか皮膚とかに手を出すっていうのも余計なことすんなじゃない、うんうんうん、そうね、あるね、だからほんと余計なことすんなに限るんだよね、うんうん、なんでこう余計なことをしたがるかなって、お前何様だよって思っちゃうよね本当になんかとどのつまり余計なことをしているっていうことが多い気がする、うん、全部ね、その本来のジェルの役割とか本来の爪のその箇所の役割とかを分かった上でお客さんの要望に応えて分厚く塗ってるのは私は OK だと思う、ね、うん、私もそれは思う、うん、けど中にはそうじゃない人がやっぱりいてる、うん、ってなった時に基礎を振り返るべきかなって、うん、でその基礎が本当にできてないんであれば別にそれは悪いことでもなく恥ずかしいことなんじゃなくて、それを放っとくっていうことが悪いことだからやるべきね、もう一回、うん、そうね、うん、ね、そうだからどこで情報を拾ってくるかとかにもよるとかね、確かに、うん、発信してる人は分かってるからいいかもしれないけど、うん、それを拾い上げる人がね、そうそう、勉強途中で拾い上げると
まあ、ってのわかんないことになるよね、うん、まだここなのにいきなりここのことをね、うん、なんか真似しようとしちゃうと、うん、おかしなことが起きる、うん、トラブルが起きる、うんもうなんか嫌いになるぐらいだってポリッシュ塗ったよ、うん、そんだけ時間があったもんねスクールで確かにね、うん、あったねなんでこんなにポリッシュの時間ケアカラーがすっごい長くあってやりたいのはほらやっぱりアートとかね、うん、長さ出すとか、うんうん、あんなことをやりたかったけどケアカラーから進まんくっていつまでやるんこれみたいな、私はあれかなエクステンションに入った時にアクリルに入った時に、うん、ひたすらボールを取らさら、うん、せられて、うん、いつになったらハンドクに乗せさせてもらえるのかみたいな、うん、ずーっとボール、うん、ずーっとボール、うん、でもあれをしてるからこのぐらいの緩さだったら、うん、このぐらいのスピードと圧でこういう動かし方ができるとか、うんこのぐらい固く取ったらとかっていうのがやっぱ分かるから、うん、やっぱあのひたすらボールを取らさせられるっていうのは意味があると思うし、うん、なんかそういうのをね経てきてない人間が必要ないとかいうのは、うん、やってから言えると思う、うん、100ぐらいやったよフレンチのワンボール、うんねうん、やったやったあのもう何ミリの差とすごい時間向き合ったうんね、嫌いになったもん、一回いやそんなこと言って私、ねうん、ネイリスト本気でやめようと思ったこと何回あるかっていう感じだから、なんかね変な話、なんかネイルが楽しいとか、うん、ネイルが好きって言ってる間は、うん、本物になれてないと思う、うん、まあね、真剣に向き合ってるからこそ自分ができなくて悩む時もあるから、ねうん、で、嫌いになるぐらいやったりとか、うん好きだからまあ続けてるんだとは思うけど、うん、でもね好きだけでやっぱ続かない部分ってあるから、うん、なんかこうね自分がいっぱい苦労して、うん、嫌いになるぐらい頑張って習得したものがあるからそれってやっぱなかなか捨てられないから、うん、なんかそういうのもあると思う、うんなんかうん、こうネイルのことを嫌いになったことがない人ってまだネイリストじゃないと思う、うんうんそうね、私も全然器用な方じゃないから特にフレスカの時なんか瞑想しだしてあ瞑想ね、うん、そっちの瞑想ね、そうそうそう瞑想ねこっちの瞑想ねなんか極めたね、きっとねフレスカも嫌になって私瞑想迷う走るの方ね、うん、だから、器用な方じゃなかったから1回は受かってないししかもあのダンスのね、うん、ジャズホワイトを使ってたの練習で、うん、でなんか分からんけどもう迷ってるから自分の中でね本番でコサックに変えたのはねジャズの方がちょっと早いからじゃあコサックだったらと思ってしかも本番に変えたのバカなのそうそうバカなのそうであんなに検定受けてきててねだいたい空調調節するとき寒くなるのにやっぱり流れるんだねいやごめんバカなのやっぱ落ちたけど、うん、だろうなそうそうそう全然間に合わなくってジャズで慣れてるから、うん、ピンチ入れられへんの、うんうん、いつまでたってもやっぱその戻ってピンチ入れようとすると ね時間がもうどんどんなくなっていくでしょ、うん、で揚げ句の果てにチップラップで急ぎすぎて早く固めたいからアクティビデーターをフワーってかけてファイル入れたらバリバリバリってねそんなんもなってるのねもうねそんなんなったことないのにね本番でねうんそうけどしかも認定講師のテストでなってるからそれマジでうんえ大丈夫大丈夫大丈夫じゃなかったの多分メンタル的なものとしてはもうフレンチ嫌だって、うんうん、フレスカがね特にね、うん、ただ単に長さ出してじゃなくて、うん、その爪の癖で、ね、真ん中3本がいつまでたっても交わらないとか言われてもいやちょっとやんかって思っていや交わるから交わらない方向にってもう何交わらへんってって思ってもうこんなん指のせいやんとかね思ってくる、まあね、関節が、ね、曲がってるからね、うん、そうちょっとしたことなんだけど、うん、
あのやっぱり左右対称に作っていく、厚みきれいに作る、それをきれいに揃える、しかもあの素材が違うやつで揃えるってなると、もう自分の技術が追いつかなくなってくるんですね。でだけどやらなあかんって、でやっていくと思うように上達しないから嫌になってくるね。まあね、ほんでわけわからんことしだしたらね、ちまよ、そうそう、ちまよって、ね、ちまよね。でもちまよって失敗したことってすごい後で糧になるよね。そう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 、アクティベーター振りすぎたら割れるでってね実体験、実体験、大事大事。認定講師っていうその技術ね、上手な人にとったらそんな難しいことじゃないかもしれへんけど、やっぱり苦労しながら私は受けたから、うん、だからその練習、まあ、失敗も多かったけど、うん、今になったらこれがあったから、まあ、これぐらいだったらできるなとか。うんうんうん、ただ店長、僕のネイルケアをしてください、うん、もう飽きてんな、向こうな、飽きちゃったね。だからその技術、自分ができない技術に向き合う、できるようになるまで向き合うっていうその忍耐力、うん、それは大事 ね、うん、今の子すぐ諦めちゃうからね。そう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 、ちまよぐらいやってみろって。そう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 、ほんとね、ちまよって、そんなんでも本番で帰るのはちょっと本当にアホなっちゃうって思っちゃうその割にはね、そんなにちまよってた割にはあの待ち時間で爆睡するの。どういうメンタル？分からへんけど爆睡しちゃってね、みんななんか一生懸命あの JNA ガイドとかね、うんうんうん、見るのね。けど私その時ね爆睡してるの、一人でこうやって下向いてで待ってる。で隣の人に起こされて、変な人なの。違う。もう疲れてたよね、きっとね。もうゲップされてる。そんなにおかしかった。そのちまよいがあったから次受かってるから、うん、失敗は本当、私もしくじり先生だから、うん、なんでこんなことしたかなっていうこといっぱいしてきてて、だからこそ言えることっていっぱいあって、うん、同じことしようとしてる子には、うん、あの先見えてるからやめときって言えるし、うんうん、えなんでですかって言われたら、うん、こうこうこういう風になるよって言って、うん、ね、言えるもんね、言える言える、なんかボンボンボンって言った人って、うん、その分からない子の分からないが分からない、うんね、うん、だから、まあ、血迷って失敗した分だけ、うん、まあ、糧ができるっていうか、うん、ネタができるっていうか、うん、そうか、ね、そうそうそう、なんか失敗ネタってね、うん、生徒さんも安心するっていうか、うん、あ先生でもそういうことしたことがあるんだとか、うん、そういう時期があったんだみたいな、うん、ちょっとした安心感っていうのかな、うん、なんかみんなパーフェクトじゃないんだよって、偉そうに立ってる人間も、うん、血迷っちゃうんだよっていう、血迷っちゃうこともねあるんだよっていうね感じ、うん、だからまあ失敗はね全然いいんだけど、なんか